3枚の折り紙を使って折ります。まずは顔の部分から折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを開いて、 今ついた折り筋に今度は上を合わせて折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて今ついた折り筋に下を合わせて折ります これを開いて、今ついた折り筋に今度は上を合わせて折ります。これを横にして、今度は三角に半分に折ります。これを開いて、すべて開いて、 下の角をこの折り筋の中心に向けて折ります。右側はこの部分をこの線に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。これを両側の線で閉じながら、 このように三角形を立てます。この三角の中を広げて正方形に潰します。次に、この部分をこの筋に合わせて、折り筋をつけます。開いて、反対側も同じように折ります。 これも開いて、これを裏返して、上位へひっくり返します。そして下の角を、だいたい1センチくらい上に向けて折って、今度はこの部分の交差する部分で、紙を上に折り筋をつけます。これを開いて表にして、この両側の折り筋を折りながら、 三角の先の部分を、とっと、下に折りながら、このように、半分に、閉じます。先の部分は折り直して、この部分の角は裏側に折り込んで、そして、 この角の部分をさらに内側に中割り折りにします。これを中を広げるように折り筋をつけてこの状態で一度開いて顔を描いていきます。顔といっても つぶらな瞳が2つ。あとは小さく鼻の穴が2つあるのみのシンプルな顔です。ちょっと目の大きさを直して、 これをもう一度折り直してこれで顔の部分は完成です次に体の部分を折っていきます折り紙を四角に半分に折ります これを開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、 今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて90度回してこちら側も三角に半分に折ります。 これを開いて、この部分を開いて、内側の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように折ります。ここまで折ったら、もう一枚の折り紙も同じところまで折っておきます。 まず、体の部分から折っていきます。右上の三角を立てて、中を広げて正方形に潰します。左上の三角も同じように正方形に潰して、下側の先は左右に開きます。次に、この正方形を上にめくりながら、折りずるを折るときのようにひし形に折っていきます。 左側の正方形も同じように折ります。次に下側を真ん中の横線に合わせて折ります。これを裏返して上下ひっくり返して 下側の先を、この下の真ん中からひし形の角までで上に向けて折ります。反対側も同じ位置で折ります。下の真ん中からひし形の角で上に折って、そして先の部分だけ下に閉じます。 この状態で横にして、このひし形の真ん中の筋で折り筋をつけます。反対側もこの位置で折り筋をつけます。これを開いて、次にこの部分の先をこの真ん中の筋に触れる位置で 折り返します反対側も先を合わせるようにして折りますこれをこの真ん中の折り筋で折り直してそれをさらにこの線で折ったらこの角の部分を 内側に中割り折りにします。そしてひし形の先を内側に折って、その先端をさらに外側に中割り折りにします。反対側も同じように折ります。形を直して、 これで体の部分は完成です。次に尻尾と背中の部分を折っていきます。三角を立てて中を広げて正方形に潰します。すべての三角を正方形に潰します。次に正方形の一つを上にめくりながらひし形に折ります。 これを裏返して横にして、この部分を横の線に合わせて折ります。こちら側も同じように折ります。これを裏返して、下の角をこの真ん中の線に合わせて折り筋をつけます。両方とも折り筋をつけて、 そして、このひし形の部分で、後ろ側に外割り折りにして、その先端の部分を小さく内側に折ります。形を直して、これで背中の部分は完成です。 体と頭と組み合わせていきます。まずは背中に顔を当てます。左右に分かれた部分を内側に当てて、真ん中の筋に沿わせて、ホチキスで左右から一箇所ずつ 止めます形を直してちょっと尻尾の角度を調整しますそれに体をかぶせるようにしてあてがって 下の隙間から止めます。反対側も位置を合わせて同じように止めます。全体の形を整えてこれで縫うの完成です。